野橋です。さあ、今日はお知らせとちょっとね、紹介というか、させていただきたいことがありまして、まあ何かというとね、アルバムを今度ね、リリースすることになりました。まあツイッターとかは結構言ってるんですけど、ファーストアルバムですね、僕のソロの、ファーストの原風物というタイトルなんですけども、これがね、12月25日に、正式にリリースされます。で、CD と、ストリーミングサービスとダウンロード両方でね、配信する予定ですので、まあぜひですね、お好きな方法で聴いていただければと思うんですけど、今日はですね、そのアルバムの発売があるということで、収録されている曲というのをね、少しずつね、紹介していければと思ってます。まあどういうテーマで作られた曲だったりとかね、ちょっと触りの部分を流して、どういう感じのアルバムになってるよっていうのが伝わればいいかなって思ってます。ということで、まず1曲目からいきましょう。1曲目はこちらですね、三刀流というこちら。こちらはね、オープニング曲ということで、すっごいなんか始まるぞみたいなかっこいい感じのちょっとロックっぽいねやつが欲しいなと思ってやりました。まあエレキ楽器を使わずに、まあ琴だったりとかピアノだったりストリングスだったり、あとドラムですね、うん、この辺のまあ僕が得意としてるような楽器とかでロックみたいな感じにできないかなみたいな感じでね、そういう感じの曲ですね。なかなかねかっこいい仕上がりになってると思いますので、あとね MV がこちらはね、今ショートバージョン公開していて、発売日が来ましたら、フルバージョンの、ね、MV 公開しますので、ぜひね、そっちもね、かっこいい仕上がりになっているので、見ていただけると思います。で、次の曲ですね。次の曲はね、こちらのね、雷の子という曲ですね。ピアノのソロ曲ですね、こちらは。で、結構激しい感じで、このテーマはですね、まあ、タイトルの通りなんですけど、まあ、雷の子供ですよね。まあ、雷神って言ったらいいですかね。なんか雷神、その雲の上になんか、ね、雷降らしてるみたいな、まあ、そういうのが結構日本のね、伝説というか、そういうのであると思うんですけど、まあ、それの子供の時みたいな、そういうのを想像しながら書いたやつですね。なんか子供なんで、なんか、すごいはちゃめちゃというかね、なんかすごい気まぐれというか、でもパワーはものすごくてパワフルで、なんか手はつけられないみたいな、そういうのをね、やってみました。結構だから、いろいろ曲調が、なんて言うんだろう、その情緒不安定的な感じで変化したりとか、まあそういうのをね、うまくやってみたりしましたね。だから、そうですね、そのむちゃくちゃな感じを出したかったんで、変な不協和音とかを、あえて入れたりとか、まあそういうのをちょっとしてるので、結構面白い曲になってるかなって思ってますので、ぜひこちらもね、聴いてみてください。3曲目ですね。3曲目は秋の夢ということです。曲ですね。これはね、琴の、独奏曲ですね。非常にそのゆったりとしたテンポで、結構綺麗な曲かなっていう自分では思ってるんですけど、まあそうですね、秋って眠りが、なんかすごい気持ちいいじゃないですか。めちゃくちゃ寝やすいというか、気温もちょうど良くて、なんかね、空気も美味しくてみたいな。まあ、そういう時期の、なんか睡眠、なんか眠りの感じ、心地よい眠りの感じっていうのを、ちょっと表現した曲になります。これはですね、琴を弾かれる方がもしいましたら、この曲は楽譜を、無料で、配信してます。リンクを概要欄に貼っとくので、もしよかったらね、これちょっとチャレンジしてみていただけるとすごい嬉しいですね。で、なんか、弾いたらね、もし可能であれば、例えばツイッターとかに上げてもらって、弾きましたみたいな、リプを送ってくれれば、僕はもう全力でリツイートしに行きますんで、もしね、弾いてみたいという方がいましたらね、そういうこともできますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、聞く場合はですね、これ結構睡眠用とかにいいかなって思ってます。4曲目ですね。4曲目も琴の独奏曲で、これはね、奇妙な鳥というものですね。これはさっきの秋の夢とはまたガラッとね、感じを変えて、すごいなんか特殊な音階を使ってます。で、すごい、なんだろうな、ファンタジックなね、感じがすると思います。なんかね、その RPG ゲームとかね、よく BGM とか、好きな方とかは結構これ好きなんじゃないかなって思ってますね。そんなに長くもないんですけど、ちょっとなかなかあんまり聞いたことがないような感じ。まあ、少なくとも琴の曲でこういう感じの曲はあんまりないなと思うので、ちょっとね、不思議な感じを、体験したい方はね、4曲目、奇妙な鳥ですね。これ聞いていただけると嬉しいです。5曲目ですね。5曲目は、霊楼という名前のピアノソロ曲ですね。これはね、すごく響きに、フォーカスしてというか、響きにこだわって作りました。霊楼という言葉っていうのは、なんていうんですか、そのガラス玉とか宝石とかが輝く様っていうのを表した、すごいなんか限定的な形容詞なんですよ。で、その感じです。なんかプリズムみたいな輝きっていうのを僕はちょっとイメージして、音と音とがね、ぶつかって何とも言えないそのガラスのような響きを、出すっていう、そういうイメージで作りました。割とゆったりとした曲で、
なんかなんて深く潜っていくようなね、そういう感覚を楽しめると思うんで、睡眠にもね結構いいかなって思いますね。6曲目ですね。6曲目はね、エシャジョーリというこちらのね、琴のソロ曲ですね。これもね、でこれはですね、実はね、あの結構前に作ったんですけど、僕これちょっと面白い試みをして、何をしたかっていうとですね、この曲は本当に何も具体的なイメージを持たないままで作り上げて、で後でツイッターとインスタグラムでタイトルを募集して決めたっていう感じで、ちょっと特殊なやり方をしてみました。なんか面白いかなと思って。でそうなんですよね、結構でも20案近く十数案集まって、でその中でね、エシャジョーリというね、案をいただきまして、それをあの選ばせていただきました。そうですね、うん、またねこういう感じの作り方やろうかなっていうふうにも思ってるんですけど、なんかねすごい面白かったです。その僕が作った曲をこう解釈するんだみたいな、そういうのがね、あの知れてすっごい面白かったんで、またやろうかなって思ってます。この曲ね、結構ね、なんだろうね、その、エシャジョーリって、そう、エシャジョーリってどういう意味かっていうと、あれなんですよ。仏教用語らしくてね、うん、で、その、人間と人間がね、出会うじゃないですか。出会う時点でもうそれって別れることが決まっているっていう、なんかすごいちょっとなんか無常感っていうんですかね。なんかペシミスティックって言ったらいいですかね、ちょっとそういう感じのね、なんとも言えないその意味を持った言葉なので、でも曲とねすごくマッチしてて、僕はもうね本当にこの題名気に入ってるんですけど、でもなんか本当にその人生の無常感みたいなのがよくよく考えたらね、あ出てるかもしれないですねっていう風に思ったんですよ、この曲に関してはね。だからちょっとこれもね、まあ琴の曲であんまりこういうタイプもうこれはこれのため珍しいと思うので、これもねあのぜひ聴いていただければ嬉しいです。次7曲目ですね。7曲目幻想舞曲という曲ですね。これもねちょっと実は曲名をさっきみたいな感じで募集をかけたんですけど、これちょっとねヒントをもらって、こういうタイトルをつけさせてもらいました。これはね僕ソロになって2曲目なんですよ、作ったのが。初めに作ったやつの次に作った曲なんで、すごいなんか初々しい感じがね、まあ今思うとするんですけど、まあそうっすね、まあ琴とちょっとピアノ合わせて、うまい感じにやったらどうなるんだろうなって、まあ実験も兼ねてね、ちょっとやってみました。すごい独特なその混ざり合いというかね、またこれは面白いかなって思ってるので、まあそんなに長くない曲ですね、これは2分ちょいぐらいのね、曲で、ぜひね、サクッとね、聴いていただければ嬉しいですね。さあ8曲目ですね。8曲目はね、まあカバーって言ったらいいんですかね、わかんないですけど、とにかく、まあ、ベートーベンですね。ベートーベンの月光第一楽章という、誰もが知ってるね、名曲を、琴2つと重心1つという、まあ、三重奏で、仕上げてみました。これね、めちゃくちゃ、音色が曲調に、曲の感じにハマったというか、なんかその月光っていう感じがね、まあ、月光っていうかね、後世の人が勝手につけただけなんで、まあ本当は月光じゃないんですけど、まあそれは置いといて、まあ月光っていう感じはすごいなんか出てるなというか、なんかね僕すごい気に入っちゃって、で、しっかりこれ音源化しようってことで、実はもう映像が出てるんですね、先に。そちらもね、まあ見ていただいて、来たら嬉しいんですけど、まあ CD にもうちゃんと収録して、まあ CD 用にね、リマスタリングとかをして、収録するという形になります。まあこの曲ねっていうか、まあベートーベンの曲なんですけど、これもね、非常に、これ寝る時とかにマジで最高だと思いますね。とても綺麗な感じになっていますので、ぜひね、これね、おすすめですので、聴いてくださいと。で、ラスト8曲目ですね。これがね、6段の調べ、ピアノアレンジバージョンということで、これはもう古典奏曲をね、今度ピアノでやっちゃったよっていうやつですね。さっきのベートーベンと逆のアプローチをするっていう感じで、まぁ、ちょっと面白いかなっていうね、逆っていうツッコミが欲しかったんですよ。その、ベートーベンを琴で弾いて、で、6段を、ピアノで弾くっていう、まあ、逆っていうツッコミが欲しかったっていう、まぁ、そういう感じで、ね作ったんですけど、まぁ、ピアノソロでね、やっぱり琴と違って使える音の数とか同時に打鍵できる数っていうのが圧倒的に多いので、もうそれをふんだんに生かしてド派手なアレンジに、しちゃいました。古典の6段ってね、お正月とかによく聞く人はいると思いますし、まあもちろんその和楽器業界にいる人はもう本当におなじみのやつだと思うんですけど、これ一度ねやっぱピアノバージョンで、まあ、ド派手なアレンジを加えてね、あと西洋の理論でその日本の古典のやつを理解する解釈するみたいな、まあそういう試みでもあるので、これ結構ね面白いかなと思うので、ぜひね聞いていただ
ただけたら嬉しいですね。ちなみに、西洋の方のクラシックがお好きな方はですね、このアレンジの中に実は結構ちょくちょくクラシックの作曲家の手癖って言ったらいいですかね。なんかそういう感じのね、あ、これなんか あの人っぽいよねみたいな、そういうのをちょっとね、オマージュ的にね、実は忍ばせてあるので、ぜひね、探してみていただけるとね、そっちもそれはそれで面白いかなと思いますね。僕が記憶してる中でも、ベートーベン、リスト、ラフマニノフ、ショパンあたりは意識的に入れましたので、特にそのしかも有名な曲とかの、なんだろう、そのフレージングの仕方とかフレーズの作り方みたいなのをあえてね、ちょっとオマージュ的に入れてみたので、これね、クラシックファンの方はね、探してみるのも、面白いかもしれないですね。これも映像が出てます、最初に。なんでそっちをね、見ていただいてもいいんですけど、これも音源としてね、CD 用にもう一度マスタリングとかやり直して、こっちに収録をしているっていう感じになってますね。という感じで9曲全部ザクッとね、紹介終わりました。やっぱりその僕のルーツである日本の伝統音楽と西洋のクラシック、この両方をいかにその混ぜ合わせて、でなんか面白いものを作るかみたいな、やっぱりね、僕の、最初の初期衝動というかね、そういうものがね、ファーストアルバムなんで、ね、詰め込めたかなって思うので、これはぜひですね、手に取っていただいて、そしてこの1作目を起点として2作目3作目っていう風にね、どんどんね、進化していく、思いますので、まあそういうね、その変化っていうのもぜひね、楽しんでいただければ僕は非常に嬉しいです。ということで、曲の紹介はこういう感じで終わります。このアルバム原風物ですね、すでに、12月25日よりも前、2020年12月25日よりも前の段階では予約販売っていう形になってます。予約販売で購入した方にはね、サインと、ステッカーをね、付けさせて、非売品ですね、非売品のステッカーを、付けさせていただくっていう形になってますので、ぜひですね、予約購入をね、まあ、されてない方はしていただけると嬉しいです。概要欄にね、僕のネットショップのリンクを貼っておくので、そちらからね、購入していただけると、ありがたいです。一つ注意点として、これ予約って言ってますけど、予約販売なので、なんていうんですか、その購入ってやった時点で、その時点で決済が完了しちゃうので、で、あれですね、発売日が来ましたら配送されるっていう形になりますので、ちょっとそこだけね、注意してください。で、CD じゃなくてダウンロードとかね、ストリーミングに聞きたいって方は、25日に、多分ちょっとずれるかもしれないですけど、まあ、25日に一応その全曲が iTunes とか他のプラットフォームですね、Spotify とか Apple Music とか、まあ、そういうところにポッて出てくるようになりますので、まあ、そこで検索してもらうか、まあ、僕のなんだろうね、 SNS とかでチェックして、リンク貼りますのでね、そこから飛んでもらうかして、まあ、そっちで聞いていただけると嬉しいです。で、一応この予約販売は、その公式の発売日の12月25日までとさせていただきます。そこの日付を過ぎると、予約販売バージョンは買えなくなって、通常バージョンっていう風に、そっちが買えるようになるので、まあ、全然買えるは買えるんですけど、まあ、特典とかがね、ちょっとあるので、まあ、ぜひね、予約で買っていただける方は、まあ、買っていただければと思っております。というわけで、今日はね、こういうお知らせでございました。ファーストアルバム原風物ですね、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。そして聞いていただけた方はですね、感想をね、コメントなり、なんなり、そのリプライなりね、ツイッターのリプとかね、インスタのコメントなりでね、教えていただけるとね、僕は本当に喜びますので、ぜひよかったらお願いします。という感じでね、今日はアルバムの紹介をさせてもらいました。じゃあそういう感じで、またね、バイバイ。